そうです。はい。よろしくお願いします。今が冬対象なんで、はい、これからまた2、3キロは多分あとは落ちるんですけど。わかりました。もう。右の方の袖だけはなんかします。あ、はい。あ、これ左右はこっち。私ちょっと違う。そっち側ですね。はい。この段階でちょっと私一回写真撮ってみてもいいですか。あ、私の方を見てもらってもいいですか。あ、すいません。はい。はい。この手もこのアームとかちゃんと外すのってなんか。あの、そうですね。このビュートリカーって脇外さないと見えないので。ああ、そういうことか。はいはい。あ、なるほど。イタリアなんかだと、あ、髪の時にこれをつけたんですよ。ああ、なるほど。ない状態で。なるほどね。はい。通気性がこれすごい。ああ、そうですね。うん。よりは重たい方の生地なんですけど、うん、っていうのはあと鏡面紙って言って糸をねじって反発力をつけてシワにならないような。あ、裏地はこの間見てもらってて、はい、はい、あのイタリアのベンベルグの裏地、はい、ちょっと薄いけどパリッとしたイタリア製の裏なんですよ。ボタンはまだ、ボタンはまだこの次の次です。これで、そうですね、中身が、はい、2回目の中身ですか。そうです。前回仮面やっていただいて、はい、そういう感じです。はい、はい、お願いします。あ、もうこの状態で芯が入ってます。そうですね、芯とかポケットも入っていくと。重さ的にはこれにボタンが追加されるんですか。そうです。今まだちょっとアイロンかけてないので、はいはい、だからあの小じわがありますけど、うんうんうん、はい、あとこの辺を少しパッとちょっと、今それは入ってない状態ですか。はい、はい、これ今何も入ってない。ちょっとカチッとする。はい、もうちょっとカチッとしてきます。なるほど。で背中がもうこの辺綺麗、綺麗ですね。こうなってきます。はい、今小じわがありますけど、これはアイロンで綺麗になってます。そういうアイロンでやっていただいたりとかってクリーニング出したりとか。あ、いや大丈夫です。はい。ただこれも縫うのもちょっとしつけだけなので、そういうのもあるんですけど。袖はちょっと昔のクラシックな太い。いいですね。後ろ持ってて。はい、これが好きなんです。ここはもうピタッと。そうですね。小さくちっちゃい。アームも小さくて腕が太いってことですね。そうですね。はい。どうしてもそう。全然大丈夫ですね。はい。いいですね。あの真珠はこれ全部手作りで手縫いで作って。私はすごく後ろにあったんです。あ、まあ、大体うちは後ろでいくとこれぐらいなんですけども、通気製品この辺なんですよ。大学ですね。はいはい、後ろで。後ろ、はい、ただ、そうする縫製面は、はい、ちょっとやりづらいという。あ、なるほど、はい。難しくなってくる。ああ、そういうものなんですね。肩って、人間の肩ってここがこう前の方にクッとなってるじゃないですか。そうですね。はい、だから前の方、そこのクーッとなってる前に動いてるこのここに縫い目があった方が作りやすいんですよ。ただ前から、そうすると前から縫い目が見えちゃうんですよ。あ、なるほどね。それは昔はすごく、まあ、美しくないっていうか、うん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 、あんまりこの前側に縫い目がたくさんあるのはなんか、うん、かっこ悪いっていう、まあ、美的感覚だったんですよ、ね、だからここも前に縫い目はここにもダーツがない、うん、ないで、はい、でこういうところにも縫い目が見えない方が綺麗なんです。なるほど。はい。ですから背中の方には縫い目が見えても、背中の方は縫い目があっても綺麗。あ、なるほどね。あ、はい、そう、横、真横じゃなくて後ろの方に、はいはい、なるんですね。スターウォーズ的になりますね、これ。はい、ありがとうございます。で、今日が4月9日で、はい、で、完成するのが5月のゴールデンキャッキー上げぐらいです、ね、ちょうどいいですね。これもおしゃれです、ね、重さが確認できないのがあれですけど、こういうとかね、うん、こういうタイプって軽いので、これもオールミシェリスウェーデンか。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっと完成しました。軽っ。綺麗なシルエットになってます。はい、これちょっと太れないですね。そうですね、結構今ぴったりな感じ。でもそんなにお腹苦しくないですね。はい、座ってみよう。そうですね。あ、全然大丈夫です。はい、大丈夫です。ギューッとこう、はい、なんかと思ったら全然これもこう昔ゆったり、ね、ゆったり、はい、これいいな。ちょっとマットな感じのボタン。そうですね、いいですね。そうそう、あんまりピカピカしたロンドン、ロンドンバニトスバッジのボタンでした。スウェーデン、スウェーデンのボタンです。じゃあこの雑魚いきたいと思います。ありがとうございました。皆さんぜひ作ってください。これつもさん止めるのくださいって言ったら、あ、できます。はい、どうぞ来てください。よろしくお願いします。お待ちしてます。